めちゃコミックプレゼンツ、 J リーガーが読むべき漫画プレゼンバトル、イエーイ。2名のプロの漫画家先生に J リーガーが読むべき漫画を本気でプレゼンして対決していただきます。山田玲治先生と北川翔先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では本日プレゼンバトルの判定をしてくださいます選手をご紹介したいと思います。まずは真ん中、林明宏選手です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして阿部修斗選手です。お願いします。よろしくお願いします。そして今野和也選手です。お願いします。よろしくお願いします。早めだな。漫画めっちゃ見るんですよ、はい、今日さらけ出そうか。お、まあ、漫画ももちろん見ますし、漫画よりアニメのが多いかもしれない。あ、アニメ。ネットフリックスとかで、うん、ハイキューとか、うんうん、黒子のバスケとか、うんうん、弱虫ペダルとか見てました。おー、皆さんもちろんめちゃコミック使ってますよね。見てますよね。間違いないですね。選手のお三方はどちらのプレゼンが良かったかを判定していただきます。はい、天候プレゼン山田先生から今から5分間となります。それでは用意スタート。キャプテン翼とか絶対読んでると思ったんですよね僕ね。あの全ての高橋 の名刺まで読んでますからね。で意外と読んでないなというのがちょっと面白くて、逆にだから俺キャプテン翼にプレゼンすればよかったなと思ったんですけど、でもまあ今回逆にね、今の若い人たちはサッカー漫画じゃないところからサッカーの何かを学ぶっていうことで、っていうのがすごくよくわかるんで、今回ちょっと大ヒット作すぎるんで、多分読んでるかもしれないんですけど、ワールドトリガーっていう漫画についてちょっと紹介したいと思います。で、ワールドトリガーってまあ、ダークファンタジーなんですよね。この漫画の一番のポイントはですね、作者がですね、ドラえもんが大好きなんです。ワールドトリガーの主人公はのび太なんですけど、しっかりしてるんです。で、そのトリオンって何かっていうのがこの作品のポイントなんですよ。サッカー選手で言うとね、多分俺はサッカーが好きだっていう気持ちみたいな。で、サッカーで一番気持ちが大事じゃないですか。能力のないやつがトリオン量があるかゆえに活躍できるっていうのがワールドトリガーなんですね。チーム組まされるんですよ、5、6人の。これがむちゃくちゃサッカーっぽい。後ろから打つやつ、前に行って倒すやつ、守るやつで、それぞれ属性があるんですよ。むちゃくちゃサッカーっぽいんです。お前は前に行っておとりになれとか犠牲になれとかで、後ろから一発、まあ、ロングシュートで 前に出すとか、そういう要素も入ってくるんで、めっちゃいろんな情報をくれて、めっちゃ見たいなと思います。あ、そうですね。誤差がすごかったんで、ちょっと興味は湧いてきます。キャプテンっていうのがですね、多分ご存知の方いらっしゃるんじゃないかと思うんですけれども、中学2年生の谷口隆雄君っていう主人公がいましてですね、住谷第二中っていうところにこう転校してくるんですね。実際彼は青葉で二軍の補欠だったんですよ。毎日毎日特訓して、それでもう必死に食らいついてこう球を追うようになって、まあそのボロボロになりながらもちょっとずつこう実力をつけていくわけですね。この漫画のいいところっていうのは、その努力っていうものにも才能があるんだっていう、その努力をすることっていうことにも才能があるんだっていうことを非常に書いてる漫画なんですね。自分が困った時に、あれちょっと待って、谷口くんだったらこういう時どういうふうに考えるのかなってすごく頼りになるんです。逆にどうやって書いてるか、ここの 黒のところ、筆のところがなんかどうやって書いてるのかってめっちゃ気になってますけど、まあ自分にも置き換えられる漫画でもありますし、まあ漫画だと思うんですけど、これ僕のこと書いてるなってそれぐらい共感した。そういうストーリー性とか、そのキャラクターのところに結構もう入り込むこと結構あって。